どうもこんちゃんです。よしです。今日、4月7日日曜日、キング観光サウザンと桑田本店さんに来店実践に来ております。最近ちょっと生ぬるい実践が増えてた。まあというのも、はい、誰と対戦しても罰ゲームがなかった。そうだね。のんきにそう飯食って終わりとか酒飲んで終わりみたいなね。そうね。確かギガとコンちゃんが嫌がってたかな。まあね、よしいつか早くやろうやろうって罰ゲームずっと言ってたんだけど、ちょっと生ぬるい実践が続いてたんで、カツ入れるために今日はよしと罰ゲームかけて戦います。やった。やめて。まだ勝ってないから。今から打ち始めるから。大組5、2人とも取って、一日中ね、打って、サダマバトルになりますが、罰ゲーム内容は、まあ、ヨッシーなんでね、第3位で。うん。これもう、生ぬるいのはダメ、ということで、はい、わさび。わさび、使います。やった。やったじゃない。やったは意味がわからんから。わさび使って、まあでも、ただのわさびっていうのはもうね、まあ、やったんだよ、前にね。ただのわさびじゃないわさびで、きついのをやる予定なんで、いやー、なんでね、まあ、僕がやりたくないから、絶対に。絶対にやりたくないから、当たり前ですけどね。なんで、ヨッシーに罰ゲーム行くように頑張るんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は、キング観光、サウザンと桑田本店さんで、コンファイアンス!
はい、10連して気分はルンルン。お昼ご飯行ってきます。昼からは僕生配信あるので、動画もバンバンレ、生配信の動画やってレンチャンをする予定なんで、お昼からもよろしくお願いします。ちなみに来たのは
こちら大福食堂、ヨッシーも先行っちゃってるんで中で多分待ってるんで行ってきます。やばいと思う。ノーマルやめやんこ。
でした。昼飯生きて一人で動画撮ってうまいもん食ってきて、あの時は11箱あったんですけど、317。